タックインとは、自動車において旋回中に、エンジンの出力を絞ると、ハンドルを切っている方向に急激に切れ込む現象を、言う。コーナーへ侵入した後で、スピードが出過ぎていることに気づき、アクセルペダルを戻すような場面で発生することがある。初期の前輪駆動方式の自動車で発生しやすかった。和製英語で、由来は不明である。この現象を指す簡潔な英語のフレーズも特にない。 ISO 9816にある、この現象に相当する表現は、パワー、オフリアクションオブ、a ークルイン、A ターンとなっている。前輪駆動車の場合、アクセルを戻すことによって発生する、エンジンブレーキがフロントにかかり、結果として旋回力が増幅する。その理由は、高速旋回中の車両の姿勢が、後輪のスリップアングル相当に内向きとなっている、ためである。 つまり、低速時の旋回姿勢とは逆で、前輪の回転半径が後輪のそれより小さくなっており、フロントタイヤのエンジンブレーキすなわち、旋回中心側でのブレーキが車両の回転力を生む。また、旋回と駆動の両方に使われていた前輪のグリップがアクセルオフの瞬間は旋回のみに使われることになり、一時的に前輪のグリップが上がることが、 タックイン開始のきっかけとなる。この特性をよく理解していれば、タックインとアンダーステアを利用して連続するカーブを早く安定して走り抜けることが可能となる。しかしながら、この特性をよく理解していない、もしくは知らない状態でタックインが発生した場合、そのまま内側のガードレールに激突したり、慌ててアクセルを開けるとアンダーステア傾向が顔を出し、 カーブの外側へ飛び出したりと思わぬ重大事故につながることがある。前輪駆動車の普及以降はタイヤの性能向上が目覚ましくコーナリング時にブッシュの変形でリアタイヤがフロントと同章となって車両の安定を保つサスペンションジオメトリーも一般化しておりタックインの影響を大幅に減らしているが物理的に完全に消すことはできず雨、雪、凍結など 路面が滑りやすくなる条件下では、顕著となる。ありがとうございます。